リアナだぜ、文句あるかっていうことでね、まずさ、ハイタイって何っていう質問があったのよ。ハイタイっていうのは、まあ、みんなハイサイは知ってるさね。ハイサイは男性が言う言葉なんですよ。だからハイタイは女の子が使うんです。だからこれからあのリアナはハイタイハイタイって行くけどさ、見てるボーイズたちはハイサイのままでいいのよ。で、もでも見てるガールズたちはハイタイで覚えてくれたら嬉しいな。まあ、みんなはもう知っての通り中学生なのリアナは。だから小学生のやつらなんてもうガキ、もうガキよ、ほんと飛び回るバッタのようにガキなのよ。なのでね、今日は小学生のテストを受けさせられるそうなんですが、まあでもね、リアナはねもう中2なんで、小学生のテストなんて楽勝なわけよ。もう全問正解なんて余裕と思ってるわけね。けどでもなんかちょっと6年生の頃の勉強ちょっとだけ難しかったから、6年生の問題出されたらちょっとやばいかもしれんから、90点ぐらいは3分の2くらい取れるかなって思ってるので、まあもうつべこべ言わずやってこうぜ。おー、バカにしすぎ。10ミリ。ピポ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 ポポポポポ。一問目のテンション。どんどん来い。どんどん来い。これも余裕です。100メートル。嘘だ。なんで？あ、100センチだ。100センチ。何メートル？あ、ごめん。これは言葉のあやってやつだね。え、1000メートル？1000メートルだ。1000メートルです。あのね、問題をね、理解してなかった。あのね、小学校の時にもこういう感じでね、間違えること多かったの。これはじゃあ当たりにしよう。次！10デシリットル。ありがとうございます。私ね、ここのね、うちの学校がさ、算数できる子、特進クラスと普通の子って分かれてて、一回だけ特進行ったの。その特進のクラスでこの大水の算数の問題をもう死ぬほどやらされたから、これだけはすぐ即答できた。どうだ。なめんなよリアナ、来い。いや、ちょっと待って、習ってない。1ヘクタールって何？中学校でも習ってないよ、嫌だ。待って。は？これ意地悪してるでしょ。1ヘクタールは何？何デシリットル？何Rね。もうこれはもう当てずっぽでいい。1000。惜しい！ 0、1個少ない！多いだ。でもこれは習ってないから、もう、しょうがないよね。これは意地悪問題だと思ってる。次！